年も明けまして、ホークス選手たちは新シーズンに向けてもう指導をしているという状況なんです。画面左、牧原大成選手の自主トレの様子、そして画面右、ルーキードラフト1位前田悠伍投手などなどの入寮の様子、合わせてご覧ください。明けましておめでとうございます。おいしょいごめん。威勢のいい掛け声とともに始まった牧原大成選手率いるチームマッキーの自主トレーニング、今年も地元久留米にある高良大社130段の石段を駆け上がり1年がスタート。3年目の野村勇選手、育成の尾形陸選手とともに報道陣への自主トレ公開、2024年のトップバッターを飾りました。1年の健康を神様に願い、牧原選手が絵馬に託したのはレギュラーへの思い。内外野をこなす万能プレーヤーとしてチームを支えてきましたが、今年はある大きな決意を胸にシーズンを戦う覚悟です。もうセカンド1本で、もうそれがダメだったら終わりという気持ちで、また守備も1からセカンドで、鍛え直すというところにも力入れてますし、本当に2月1日から試合できるぐらいの状態まではしていきたいなとは思ってます。相当飛ばすんだ。一方、3年目の野村勇選手も今年が正念場。こちらは守備位置なんて関係ない、どんなことでもやる覚悟で勝負の年に挑みます。いやもう空いてる、空いてないんですけど、いけるところがあればどこでも出たいんで、とりあえずバッティングでアピールして。どっかに割って入れるように頑張りたいと思ってます。やっぱりレギュラー取るためにはキャンプ一発目からアピールしていかないといけないと思ってるんで、そこに、標準を合わせて、しっかり仕上げたいと思います。またこの日のお昼はこちらも恒例、久留米発祥の立花うどん。選手たちはもちろん牧原選手のご厚意で詰めかけたファンや報道陣にも温かいうどんが振る舞われたんですね。どうですか？お味どうですか？おいしい。おいしい。牧原選手ありがとう。ファンへの感謝を胸にマッキー14年目のシーズンを迎えます。チームの優勝の雰囲気っていうのももう正直僕らも忘れかけてきてるので、もう一回本当に。チーム一丸となってもう一回優勝して、それをファンの皆さんと一緒に分かっちゃえるように頑張りたいなと思います。一方、筑後の若鷹寮で夢を育むのはルーキーたち。支配下選手一番乗りとなったのはドラフト7位の藤田雄太郎選手。糸島で育った福大大濠高校の3年生、地元の星がプロへの第一歩を踏み出します。自分は寮が初めてなんですけど、やっぱり誰に聞いてもすごい綺麗っていうことはお聞きしますし、本当に野球が目いっぱいできる場所だと思っているので、本当にそういうところに入れてすごく嬉しく思ってます。親の手を借りずに自分の力で生活していきたいなという気持ちは強いんですけど、サポートも少しはもらいながら頑張っていきたいなと思ってます。そして同じく高校3年生、ドラフト1位前田悠伍投手も入寮。去年増築しできたばかりの322号室から200勝への夢が始まります。自分が活躍してこの部屋っていうのがしっかりすごい部屋というか、そういったイメージというか印象というのをつけられるように頑張っていきたいなと思ってます。またこの日のために持ってきたものは財津さんも愛用するあれ、ヨギボーぐらいは持ってきたんですけど、対して何か特別なものっていうのはあんまりなかったので、それを持ってきました。寮生活3年間一応経験はしているので、当院の寮生活で学んだことっていうのはしっかりここに生かして、これまでと同様にしっかりやっていけたらいいなと思ってます。100% 野球に集中して、とにかく1軍にまずは行って、そこから活躍するっていうのが最終目標だと自分では思っているので、体調面も含めてすべていい準備スタートが切れるようにやっていきたいなと思ってます。ちょっと親近感湧きましたね。ヨギボー仲間としてね。ちょっと気持ちよすぎて立ち上がりたくなくなるんで、それだけ気をつけていただきたい。それは前田投手大丈夫ですかね。しっかりオンオフがつける大きなお世話かな。すみません、失礼しました。前田投手も入寮しましたし、322号ですよ。そうですね。まさにこの部屋が出世部屋になってほしいなと思いますよね。ここから始まるその伝説を目撃したい。さあ、ルーキーたちは明日から筑後で新人合同自主トレがスタートをします。で、ここで春のキャンプ主力の A 組かどうかみたいなのが。古いわけがね、もう決まっていくわけですからね。早くもアピール合戦となっていきます。その新人合同自主トレの様子もたっぷりお伝えしていきます。頑張ってください。